何者だ。なぜ勝手に絶雲の間に入った。近畿滅却の札。これは久しぶりに見たな。属性の人の手にまだ残っておったが、我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。旅人よ、なぜこの地を訪れた。実は犯人がいたぞ。こんなところまで逃げていたとは。大将、これ以上絶雲の間には入れませんよ。仕方ないだろ。犯人を捕らえるのが最優先だ。想像し、彼らを送り返せ。だが殺生をしてはならぬ。こいつはどうだ。風と共に去る。さて本題に戻ろう。旅人よ、来訪の理由を述べよ。実は言語道断、実に嘆かわしい。リーユエ七世、失望したぞ。凱旋儀式の途中でテイ君が暗殺された上に、テイ君が暗殺された後、儀式を見に来ていた一般人に容疑をかぶせたと。旅人よ、汝が濡れ衣を着せられていることは理解した。我に一つ案がある。しかし我の独断では危うい。仙人たちに知らせる必要があるだろう。その近畿滅却の札を持って我の言葉を伝えに行くとよい。利水定山神君、龍雲釈風神君、この二人はここにおるが、会えるかどうかは縁次第だ。それともう一人、高魔大聖の御法夜叉がおる。かの者には防除旅館に行けば会えるだろう。
仙人様、お助けください。お願いします。俺ら教団維持費を。仙人様、どうかどうか。お前は誰だ、どこから。こっちが聞いてるのに。あ、この絶雲の間を安全に行き来できるってことは、なるほど。あなたはきっと仙人のお使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため仙人様が使わせた使者なのだろう。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。だから古老山の琥珀に宝があるって話を聞いて魔が差してしまった。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようと。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に食われて、もう怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。兄弟を助けたいがどうしたらいいのかわからなかった。だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら二人の仙人の使いが来てくれた。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。オイラたちも仙人を訪ねに来たんだ。いやいやいや、違いない。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。離島が閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いをどうか助け出してほしい。仙人の使いを感謝いたします。もう二度とこんなことはしないと誓う。うわ、役になりきってる。しかも随分と仙人の使いっぽいな。仙人がどこにいるか聞きたかったけど、あいつ今は兄弟のことしか頭にないだろうな。確かリトはこの古老山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。山道に沿って登ったらしいから、うん、オイラたちは山道に沿って下へ行こう。周りの琥珀に気を止めながら人探しだ。あなたたちが俺を助け出してくれたのか。感謝する。そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。名前はリチョー。俺と一緒にこの山に来たんだが、まさか兄弟も俺のように琥珀に食われたんじゃ。ってことは無事なのか。ありがとう。俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけないとな。
いよ。ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は仙人の敷地だって。でも俺らみたいな凡人が仙人に会うなんて夢のまた夢だ。ただ尊き仙人の使いのあなたならきっと俺らとは違うはず。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。ありがとう仙人の。オイラたち本当に仙人の使いだったらいいな。なんかここの仙人は気性が荒そうだ。でもオイラたちは悪いことしてないし多分大丈夫だよな。三門を荒らし戒めを受けさせた俗人を人。無知なる凡人よ、我が戒めをその身に受けよ。古老山に侵入し山の琥珀を破壊し、さらに戒めを受けさせた俗人を勝手に逃がすとは、あの俗人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。だがお前たちがやってきたことは無礼千万。ひゃー、オイラたちにもちゃんと理由があったんだ。昨月畜養神君が人間に言づけを頼んだ。だ、おお、これは近畿滅却の札か。まだ世に残っていたとは。昔帝君がこの診察を作り人間に授けた。もともと数が少なく千年を経た今ではもうほとんど存在しないだろう。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。リーユエコーは手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。帝君が暗殺されただと。しかも下船儀式の最中に。リーユエの、いやこの世界の誰がそのようなことを。待て、帝君を暗殺できる者などこの世にそういるだろうか。我らは帝君の律令に従いリーユエを守っている。人間界の繁栄により我々は山野に住むようになった。これは人間を思ってのことであったのに。だが今帝君は、帝君は、旅人よ、話は分かった。昨月畜養神君が招聘した理由も分かった。この山の雑事を処理したら他の仙人たちに会いに行こう。知ってるぞ、あれは仙人の戦力だろ。小説とかに書いてあるみたいに羽を草木に唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ。そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だ。名を登山葵という。この花の大部分は地中に埋まっている。これを踏むと琥珀が生み出され侵入者を閉じ込める仕組みになっている。ここに隠居して以来山の静寂を求めるためにこの花を至る所に植えた。おかげでここ数年で侵入者を数多く排除してくれている。じゃあこの琥珀って生きてるのか。その通り。
もし私が軽率にこの山を離れれば、罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。それらの処理を済ませたら立つ。お前はもう行くがよい。石のテーブルが？しかも食器と酒壺がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それとここを帝君が借りた。帝君ってもしかして岩王帝君のことか？紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことはここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら仙人の好物を作ればあの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。そうだ、仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか？どうやらここで誰かが料理をしたみたいだな。仙人、使い残しの食材がある。金魚草、蓮の花く、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。ちょ、綺麗に片付いてるな。ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は本当に几帳面だな。うわ、小麦粉が地面に散乱してる。ここで料理をしてたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か。肉類と小麦粉を使う料理か。あれ、なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。この紙、料理と何か関係があるのか？
近畿滅却の札の匂いがする。君たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に念じて機会を与えよう。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。やっ、見せよ。おい、我が命を聞きたまえ。こうせ、こうせ。やっと、やっ、剣を入れよ。燃えろ。姿を見せよ。